革製品で日常を少しリッチな気分に。こんにちは、ハレルヤチャンネルのブッチです。このチャンネルでは革と暮らすをテーマに、革製品のお手入れや実験レビューなど革製品に関することを発信しています。ってことで本日の動画はこちら、荷物を分散できる2層構造、整理整頓レザーバッグ、タイディーボックス、こちらの紹介レビューをしていきたいと思います。いや、ついに登場です、人気のこちらのタイディーシリーズ。こちらがお財布の世界を飛び出して、なんとレザーバッグの世界に登場しました。超最新作のレザーバッグということで、タイディーボックスなんですけども、2023年の12月19日12時よりクラウドファンディングにて公開予定となっております。クラウドファンディングに先駆けて最速レビューということでこの動画撮っていこうと思います。この動画が公開されているのがクラウドファンディング始まる前か終わってからかがちょっとわからないんですけども、その前後になるべく近い期間で公開していると思います。こちらのタイディーボックス、気になってクラウドファンディングのページ見てみたけどよう分からへんという声ももしかしたら上がるかもしれないです。商品ページはどうしても自負だったり写真だったり文章だったりしかないので、動画でリアルな感じでお伝えできればなと思っております。最新作とはいえ、いいところはもちろんいいと言わせていただきますし、ちょっとどうなんてところももしあればそこも切り込んでいきたいと思いますので、最新作のタイディーボックスどんな感じなんやろ、ちょっとええなとか気になってくださってる方、この動画から知ってくださった方もよかったら最後まで見ていってください。ということで本日もよろしくお願いいたします。それでは早速タイディーボックスの外装の方から紹介していこうと思います。見た目はコロッとした感じで、もうその名の通りボックスタイプのシルエットになっております。使っている革はベジタブルタンニンレザーを使っていて、もうめちゃくちゃ柔らかいです。今中何も入ってない状態なんですけど、ここまでぐちゃぐちゃになるぐらい柔らかいです。なので、まあこの時点で柔らかい革が好きな方っていうのはめちゃくちゃありやと思うんですけども、逆に革って絶対硬い方がええやろうっていう方はこの時点でちょっとアウトかもしれないです。で、仕様としてはこちらダブルジップのファスナーになっておりまして、サイドにポケットが1箇所ずつ、側面にも1つポケットがございます。これが嬉しいポイントなんですけども、底面にタッチ決済できるカードポケットが1箇所ついております。で、これ落ちるんちゃうんと初め思ったんですけど、ここに返しがついてるんでしっかり蓋してくれて、かなり落ちにくくなってるんで、まあほぼほぼなくすこともないと思います。で、あと外側にはこのチャームが1つついてまして、この蓋をパコッと外してもらうとキーリングがついてます。ここには鍵つけたりとか、まあ、すぐに使いたい何かをつけて持ち運ぶことができます。あとはこちらにショルダーをつける金具が1箇所ずつあるので、ショルダー紐を通してショルダーバッグないしはボディバッグのスタイルで使っていただくことができるバッグになっております。まあ、外装はとてもシンプルな見た目で、かつ機能的っていう印象を受けますね。まあ、これは完全に個人的な感想になるんですけど、このボックスタイプのこういうシルエットって結構ダサいのが多いんですけど、そこまでダサく感じないっていうのは正直な感想です。これはかなり好みによると思います。うん、普通にカジュアル使いもしやすそうですし、ビジネス使いでも使えるような大きさになってます。ちなみにサイズは横が27センチ、縦が19センチ、マチ部分が 11.5 センチとなっております。大きすぎず小さすぎずっていう感じの大きさで、まあ、ミニボストンとかと近いようなサイズ感だと思います。マチ部分も結構しっかり取られてて、まあ、後で内装の方でご紹介するんですけども、ここダブルファスナーになってて、部屋が2つある設計になってるんで容量もかなり多くて、まあ、ちょっとしたお出かけはもちろん、まあ日帰り旅行ぐらいやったらこれでいけるんじゃないかなと思います。そしてショルダーの紐が2種類もともとついておりまして、こちらのワイドタイプ、これがキャンバス生地を使ったベルトになってます。で、根元の方がレザーになっております。中身を結構入れてしっかりホールドしたい時にはこの太いベルトの方が良さそうです。もう一つがタイトベルトっていう表記をされてるんですけども、こちらの細めのベルトになってます。女性の方で使うならこっちの細いベルトの方が多いんかなっていう印象です。もしくはファッション重視で使っていただく時にはこの細いタイプのベルトの方が好きに見えるので、こっちを使っていただく方がおすすめです。着脱もこう金具をペコッとへこませるだけでOK なんで、サッとつけれることができます。まあ長さ調整も好きにできるんで、このあたりは容量だったり身長だったり、まあ見た目の印象だったりで選んでいただければいいかなと思います。ワイドベルトも同じ金具になってますので、指で軽く押していただければもうかなり楽々着脱できます。うん、使い勝手はかなり良さそうです。こんな感じで横につけていただいて、ショルダーないしはボディバッグとして使っていただいたり、このままクラッチバッグみたいな感じで持っていただいたり、リュックだったりトートバッグのバックインバッグとして使っていただくっていうスタイルも
もいいかと思います。柔らかい革使ってるんですけども、この4辺しっかり縫われてるんで、この部分はなんか芯がある感じというか、結構しっかりしてて、柔らかい革なんですけども、型崩れもそこまでしないなっていう印象も受けるんで、結構使いやすそうです。商品ページにあったように、人間工学に基づいたデザインって書いてあって、持っていただくと体のラインにこう沿って使えるっていうので馴染みが良さそうです。結構持ちやすいんじゃないかなと思います。では続いて気になる中身の方を見ていきたいと思います。はい、続いてタイディーボックスの内装の方を見ていきたいと思います。どれだけ入るかわからなかったんで、一応これだけのものを用意しました。ではまずはやっぱりこのダブルジップのメインポケットから見ていきたいと思います。表面の方の部屋見ていきたいと思います。ファスナーはかなりスムーズですね。一応使っているファスナーは YKK のファスナー使ってました。かなりスムーズに開閉できるんで、この辺りのストレスっていうのはなさそうです。めっちゃ開くよ。やっぱ柔らかい革なんで、ここまでガバーっと大きく開きますね。かなり出し入れしやすそうです。こっちの表面側の部屋は大きいメインポケットが一つと、サブで側面にフリーポケットが一つっていう形になってます。これ結構入るんちゃうかな。それであとこちらにキーリングが一つついております。これも便利そうですね。じゃあちょっとこっちに実際物を入れてみたいと思います。結構広くてポケットが一つだけで、あまり邪魔するものがないので、 iPad を入れてみます。いや余裕、めっちゃ余裕。 iPad 入れてもこんな感じで余裕ですね。モバイルバッテリーとコードをこのサブポケットに入れてみます。あ、ちょうどや、いい感じ、ちょうど収まりましたね。まあまあもうちょっと余裕あるかなっていう印象を受けます。電子機器入れたんで、あんまこの辺の水筒とか入れたくないですね。ノートいきますか。もうノート入れても全然余裕ですね。まだまだ入りそうです。ポーチぐらい入れておきますか。全然余裕ですね。はい、今 iPad、ノート、ポーチ、モバイルバッテリー、コード入った状態です。厚みも全然変わらないですね。めちゃくちゃ余裕。ただちょっと革が柔らかいから、こう自立する力っていうのが少し弱くて、片側だけに重い荷物入れちゃうとちょっとこうグニャッとなりそうな感じがして、そのあたりがちょっと気になりますね。こちらにキーリングがあるので、家の鍵に金属のこのキーホルダーをつけた状態でつけてみます。こんな感じでつけれます。でまあおそらくこういった状態でしまってるんで、ここ開けていただいて、このまま家の鍵をこうガチャッと開けるっていう使い方ができるんで、これかなり便利ですね。今までのタイディシリーズのキーポケット結構不評やったんですけど、このタイディボックスの鍵の収納はかなり進化したと思います。まあそんな感じでこっちの部屋は終わりですね。で次反対の外ポケットのお部屋行きたいと思います。こっちも同じファスナーなんで、開閉はかなりスムーズでした。今荷物入れた状態でもこれだけガバッと大きく開くことができます。先ほどと同じように広めの部屋が1箇所と、こっちめっちゃポケット充実してる。この側面にちょっと見にくいかもですね、ごめんなさい。フリーポケットが1箇所、2箇所、そして端っこにはここペンポケットが2本ついております。結構細かい収納はこっちが良さそうですね。フリーポケット2箇所、ペンポケット2箇所のさらに側面側にはファスナーポケットが1箇所ついてます。かなりスムーズに開閉できて、容量も結構ありそうです。こっちにはこの折りたたみ傘入れてみます。おー余裕、なんなら立てれんじゃんこれ。あ、立てはちょっときついか。あ、いけるか、微妙や。折りたたみ傘立てで入れるのはちょっと微妙かもですね。寝かして、でこの水筒入れてみます。これはいけるんちゃうかな。ちっちゃい水筒ぐらいだったら、こう端っこに立ててこう収納することができそうです。ポケットの方にはキーケースと名刺ケース、これを入れてみたいと思います。一番外側のポケットにキーケースを入れてみます。あ、まあまあほぼちょうど収まるサイズなんで、キーケースぐらいの大きさのものだったらスポッと入ります。でその隣がちょっと大きくなってて、名刺ケース入れても全然余裕で入りますね。まだなんなら入りそうです。ペンを刺してみます。ちょっと見にくいかもしれないですけども、こんな感じになっております。でまだメインのところには全然余裕があるので、長財布入れてみますか。側面に長財布を入れました。で、あと残ってるのがスマホと、まあ、消臭剤とアルコール、メガネケース、メモ帳、そしてカードとスマートキーですね。メガネケースもまだ入りそうなんで、入れるかな、入れてみます。はい、全然余裕です。むしろこのメガネケースを入れることで、この四角形がキープされている状態で、全然さっきより型崩れ気にならなくなりました。すいません、ファスナーポケット忘れてました。と先ほど用意してなかったんですけども、通帳パスポートを用意してみました。これをファスナーポケットの方に入れてみます。あ、ちょうど。
ええ感じ。あ、ちょうどっていうか余裕あるね。今通帳とパスポートを同時に入れたんですけど、ちょっとこの辺り見えますかね。深さもあって幅もあるんで、かなり余裕です。うん、いい感じ。一応こっちの部屋も終わりです。メインポケット入れて、ちょっとやっぱ収納によってはこう柔らかい革なんで、ここポコッと膨れたりするんで、この辺りの厚みっていうのは調整はちょっと必要かもしれないです。どうしてもボックスデザインでこう綺麗な印象があるんで、ちょっとでもこうポコッとしてしまうと、もうそれだけでちょっとダサくなっちゃうんで、中の容量は待ちに合わせてしっかり分散させて整理整頓する方が良さそうです。では続いてサイドポケット行ってみますか。まあサイドポケットはやっぱりスマホでしょう。これが今 iPhone SE になるんで、ちょっと小さめの iPhone になるんですけども、あ、もう余裕すぎる。かなり余裕ですね。深さもしっかりここまであるんで、頭まで全部隠れることはないんですけども、まあここまで入ればいいでしょう。で、横幅もまだまだ余裕があるんで、iPhone の他にまだもう何か挿すこともできそうです。あんまり一緒に入れたくはないんですけども、この消臭剤入れてみますか。あ、全然入る。こんな感じで深さが多分10センチくらいかな。で、マチがそんなにないんで、厚みのあるものを入れちゃうとちょっとポコッと膨らんじゃうんですけど、それでもサイドポケットにしては割と容量もあっていいのかなと思います。反対の側面も入れてみます。ここはちょっと消毒液でも入れときますか。はい、全然余裕ですね。で、今気づいたんですけど、ここに切り込みが入ってる分、こうパカッと開くんで、多少この厚みがあるものを入れても、ここが開いてくれるんで、意外と収納できそうです。まあ今、なかなかな量を入れた状態ですね。そらここちょっと崩れるわっていう感じです。まあ、あとはこの真ん中に厚みが集中しちゃってるんで、ちょっとここポコッと出てるような気がします。そしたら次はこの側面のこちらのポケット行きたいと思います。って言ってもまあとりあえず、メモ帳しか今入れるのないんで、メモ帳入れておきます。まあこれだけ厚みがあっても余裕で入るんで全然問題なさそうですね。もう持ってきたものがないんで、さっきのスマホのカバー、まあ厚みはまあほぼスマホの厚みと思って見ててください。これを入れてみます。あ、もう全然余裕ですね。まあ、側面のポケットもしっかりと容量があります。そして次はこの車のスマートキーを側面についてるチャームにつけていきます。これもカバーをこうパッと外していただくと、中にこういった丸いキーリングがついてます。これも指でワンタッチでこう押して開閉することができるので、スマートキーのこの上の部分をそのままつけていただければつくはず。まあ、スマートキーのこの上のリング部分の厚みにもちょっと寄ってきますが、まあまあ比較的スムーズにはつけれたかなと思います。ただこのスマートキーのこのリングを通す部分の幅がそんなにないときは、ちょっと薄めのキーリングとかをかませて、それをこの輪っかに通す方が良さそうです。で、最後残ったこちらのカードを底面に入れていきます。で、返しがあるんで、このままスッと入れるっていうのもちょっとやりにくいんですけども、ちょっとこう、下にグッと押してあげると隙間が空くんで、そのままスライドさせてあげれば、こんな感じで入ります。で、もちろんこの状態でもいいんですけども、やっぱり底面で落とす可能性があるんで、返しを出して、この中に入れ込んでやると、こんな感じでカードがスポッと入るんで、もうこれで落とすことはないでしょう。いや、にしてもあんだけあった荷物。全部入ったの。すげえな、この子。まあ、特に、これ微妙やなっていうとこは、今んとこなさそうですね。ほんまに柔らかい皮使ってるんで、街よりこう溢れてしまうと、ポコッとなってしまうっていう、これぐらいだと思います。ファスナーも開閉スムーズやし、ポケットの量も申し分ないですし、個人的にめちゃくちゃ大事にしてたファスナーポケットとちっちゃいポケット2つ、これが付いてたのがマジで大きいです。で、そんな感じで、次はちょっとカラーバリエーションの紹介を軽くしていきたいと思います。はい、じゃあ続いてカラーバリエーションの紹介していきたいと思います。まずこちら今回動画メインで使わせていただいたキャメルカラーになってます。ちょっと黒みがかった深みのあるキャメルになってます。まあ、おしゃれにも使いやすいですし、どちらかというとレディース向けのカラーなのかなとも思います。続いてこちらがピンクベージュになってます。先ほどのキャメルと比べてちょっと淡い感じというか白みがかった色になってるんで、かなり上品な印象ですね。これはファッション使いにはぴったりだと思います。そして続いてこちらがグリーンです。緑みが強いですね。発色もいいですし、結構綺麗なグリーンしてます。これがエイジングしていってだんだん深みが増して渋くなっていくので、まあ、2度美味しいかなと思います。グリーンはアクセントカラーとしても活躍しそうですね。おしゃれに仕上がるんじゃないでしょうか。意外と使えると思います。そして最後にブラックです。これは言わずもがな、かっこいい、最高、いい感じ。黒と金の組み合わせは個人的には大好物なんで、まあ、私の一押しカラーになります。サニーレザー使ってて、ちょっと表情は柔らかめにはなるんですけども、いい感じのツヤ感があって、これはビジネスシーンでも普段使いでも使えるんじゃないかなと思います。で、エイジングしていくと今こう光っているこういう白いのがだん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 こう渋く深くなっていくんで、もっともっとお仕事のシーンだったりとか使いやすくなると思います。これ1個あれば
めちゃくちゃ楽になると思います。 A4 が入らないんでね、通勤通学で若干使いにくいとこはあるんですけども、もしそういった書類だったり大きいもの持ち運ばないときはこのブラック使っていただければおしゃれやし便利やしいいかなと思います。以上の4カラーでこのタイディーボックスは登場予定となっております。はい、そんな感じでタイディーボックスのご紹介でした。まあ、かなり賛否が分かれるのかなと思うデザインと機能性やとは思うんですけども、超個人的には結構便利やなと感じました。見た目もシンプルで使いやすいですし、合わせやすくてファッションでも使える、ビジネスでもまあ使いやすいで、メンズレディースは特に問わないですね。まあメンズはブラックメインになってくるんですかね。でレディースはキャメルかこちらのピンクベージュ、これはまあ個人的にはおすすめです。やっぱアクセントカラーがいいとか、ちょっと誰も持ってないバッグが欲しい、そういう時にはこのグリーンがいいのかなと思います。詳しい内容とかゆっくり読みたい方は下の概要欄の方に幕開けのページ貼っておりますので、そちらからご覧ください。いやちょっとこの機能分かれへんねんとか、いやここどうなってんのみたいなことがあれば、もう遠慮なくガンガンコメント欄の方にご質問いただければなるべく早く回答させていただきます。やっぱりクラウドファンディングで支援してもなんかちょっと思ってたんとちゃうわってなるとやっぱり面白くないんで、やっぱりこう気になるところはしっかり聞いて解決してからこう支援をするしないっていうのを決めていただく方が私個人的にはいいとは思います。チェックしてみてください、見てみてくださいといろいろお願いが多いんですけども、それぐらい今回のこのタイディーボックス気合い入ってるようです。だいぶ作るのに試行錯誤したようなので、できれば私自身も数多くの方に手に取ってタイディーボックスの使い勝手の良さとか合わせやすさとかもいろんな良い面をしていただきたいなと思っております。ではもちろん中には全然中には何のそのじゃクソダサいやみたいなお声ももしかしたらあるとは思います。まあ、そういったお声も全然いただければ、次回このタイディーボックス 2.0 にもしかしたらなるときにあなたのご意見が採用されるかもしれないです。まあ、とはいえね、まずは一旦この最新作のタイディーボックスが出て、まあ、この子も結構完成度は高いと個人的には思っております。まあ、よかったら一度手に取っていただいて使ってみてください。概要欄の方からタイディーボックスのページぜひ見ていただきたいと思います。ご質問もじゃんじゃんお待ちしております。ということで今回はタイディーボックスのご紹介レビューでした。ここまで長々とご視聴ありがとうございました。それでは失礼いたします。ここでちょっと緊急のお知らせです。現在弊社ハレルヤでは出荷スタッフさんを募集しております。現在たくさんのご注文をいただいておりまして、発送スタッフの方が不足している事態となっております。そこで弊社ハレルヤの革製品を様々な方にお届けするお手伝いをしてくれる方を探しております。詳しいお仕事の内容については下の概要欄の方に求人ページ貼ってますので、そちらをご覧ください。大阪ナンバー近辺の方、もしくは通える方いらっしゃいましたら、ぜひお力をお貸しください。よろしくお願いします。よかったら求人ページの方見てご応募してみてください。以上ハレルヤチャンネルからのお知らせでした。ご視聴ありがとうございます。変わることを愛せる人をこれからも楽しませたい。